勝手に帰ってきたね。うん。逃がした。浮いちゃったかな。またポニーが逃げました。紐持ってった方がいい。ありがとうございます。さあ逃げていったぞ。勝手に帰ってくから。ねえ、そうなんです。あそこにトイレの手前にいる。捕まえることができるか。畑には入らないでくれよ。さあ、だいぶ近づいてきた。いけるか。右のお母さんを捕まえないと。お、入っていったけど、入っていったけど、先生行けますか。あっち先回りしたいけど無理だ。おい、ちょ、逃がした。逃がした。すいません、本当はいろんな方にご迷惑をおかけして。上行っちゃったかな。多分上行きましたかね。元気いっぱい。うん、向こうこっちだった。よし、疲れてきたな。だんだん
本当にゆっくり行ってみる。本当にゆっくりで。本当にゆっくりで。本当にゆっくりで。牧場の原田大先生のおかげで見てこの見事な紐を使った。17時52分確保、確保した。この罠も罠使わずじまいだ。俺のことは嫌いなんだね。嫌いじゃないよね。最後まで諦めなかったな、こいつ。疲れてる。こんな走ることないですもんね。うん、結構ポニーってさ、ちゃんと逃げるから大きい馬逃げないじゃん。逃げないですね。うん、面白くないところはカットしないで。面白いとこありました？面白いとこあって、姫が近づいてって逃げられるしとか。ねやだ。